皆さんこんにちは。今日は今からカリフォルニアから日本に送る荷物の準備をするので、ちょっとどういうふうに送るかを説明したいと思います。多分アメリカに住んでて日本に荷物を送りたい人もいると思うので、私はすごいもう何回もアメリカから日本、イギリスから日本、台湾から日本と荷物を送ってるので、海外郵便は慣れてるのでちょっと説明していきます。まずですね、アメリカから日本に送るときは郵便局が一番おすすめです。 USPS が一番安くて確実だと思います。他の郵送局もあるんだけど、多分 2,3 倍の値段にはなっちゃうと思うし、国際郵便自体もうこれぐらいの箱を送る時点で重さもあるし、多分この大きいのだと 1万 5,000 円ぐらいいくと思います。だいたいいつも1万5000円以内に抑えられてるんですけど、送るときはもうどうせお金かかっちゃうからいろいろ入れて送ります。で、この紙、日本みたいにいろいろ入ってるものを書く欄がもう4つしかないから、いろいろいろんな種類は入れてるんだけど、私はもうクッキーボックス10箱とか適当に、本当はその商品じゃなくてももう個数だけ合わせて適当にクッキーボックス10箱、ティー、あと置物とか適当にそういう個数だけ合わせて書きます。で、住所は反対に書いていきます。英語では反対に書いていきます。これはGoogle 検索で海外郵便アドレス書き方とかで検索したら、画像検索したらたくさん出てきます。逆に住所を書いていきます。でね、この使う箱なんだけど、ゲームの機械が入ってたやつとか結構高価なものが入ってた箱は使わない方がいいです。普通の箱か郵便局で買える箱を使った方がいいです。高価なものが入ってるような箱、例えばプレイステーション、今なんだろう、6とかかな、そういう空き箱を使ったら中にそういう高価なものが入ってると勘違いして盗まれることがたまにあります。だからもう普通の箱で送るのがおすすめです。で、結構日本とは違って丁重には絶対扱ってもらえない、もう投げるように荷物を扱われると思う、そういうのを前提で送った方がいいです。で、私はこれウサギの、イースターのウサギの割れ物なんですけど、置物もう中は布巾でぐるぐるにしてさらに上からラッピングしてます。で、ちょっとお母さんに送るもの、トレーダージョーズでいろいろ買うことが多くて、こういうふうにビタミン E オイル、お風呂上がりに全身によくすり込んで塗ってねとか、説明を書いて送ります。でね、母はこのスクワランオイルをこの間送ったらすごいサラサラで使いやすくて気に入ってたので、アメリカではこういうレチノールとかスクワランとかビタミン C 美容液とか、日本で買うと結構 4,5,000 円するものが 1,000 円ぐらいで高濃度のいいものがたくさんあるので、そういうのを入れてあげます。結構ね、孫ができてからまたこうスキンケアに力を母は入れてるみたいで、だけど結構ズボラなので、こういうね、もうこれさえ塗ってれば OK みたいなものが母は好きです。あとね、フェイスマスクも後で入れようと思います。で、このデーツは脂質がなくてとてもヘルシーなおやつなので、脂質ゼロで食物繊維もたっぷりだし、便秘解消にもいいし、鉄分も多少と鉄分とカリウムも多少含まれるので、母は結構下肢静脈瘤になったことがあって、こういうヘルシーなものを食べなきゃいけないから、最近はなるべくそういうものをチョイスして送るようにしてます。
にね、補充しすぎたら鉄分大事なので、疲れやすくなるので貧血になると、で鉄分のあるものをしっかり食べてほしいです。でね、これはお姉ちゃんが抹茶好きだから抹茶送ります。でこれはあの韓国のお友達が2つくれたので、1つ母にあげようと思って、 AHC はあのリーズナブルだけど使い心地も良くて、顔全体に塗ったらしっかり潤うアイクリームです。多分日本でも人気なんじゃないかな、これはすごい便利だから1個あげようと思って送ります。あのご飯を冷凍するときにサランラップなしでも冷凍できるし、こういうミンチとか本当にこれは重宝してます。玉ねぎとか、私はあの3つもらって2つ持ってるので1つあげようと思います。でこれはお手紙、書いたお手紙ですね。でこれはパパ用のビーフジャーキーです。お酒のお供で、母はコーヒーが好きなのでコーヒー、これはディカフコーヒーです。あのノンカフェインコーヒー、これはトレジョのなんですけど、あのトレーダージョーズのノンカフェインコーヒーは結構フレンチローストでしっかりし味がしっかりしてて、全然カフェイン抜きって感じがしないので結構おすすめです。美味しいし夜寝る前にも飲めて睡眠に影響しません。でちょっと小島るのおやつを少しだけ拝借して実家の猫にもあげようと思います。実家ではペックンとちーちゃんっていう猫を飼ってます。でね、これもお姉ちゃんにあげようと思って、自分はもうこれ何回もいろいろ作って、もう大体作り方分かったので、この本もすごい分かりやすくておすすめです。このね、イカと里芋の煮物の作り方が書いてて、それがすごく美味しかったです。でこれはアイハーブで買ったトーマスの歯ブラシ、これはおいっ子用です。これは私が愛用してるあのまな板、これが結構使いやすくていいので、お揃いでママにもあげようと思います。まだまだね、いろいろ入れたいものはあるんだけど、箱に入るだけいろいろ入れようと思います。これはね、お弁当箱、本当はね自分用に買ったんだけど、多分子供がいるお姉ちゃんの方が重宝すると思うので姉にあげようと思います。でね、あのこれは今からあの義理のお母さんにも何か送ろうと思って準備してるんだけど、まだあんまりアイテムは集めてなくて、モロゾフのクッキーだけ。あの義理のお母さんは台湾人なので、レンジ99っていうところでいろいろあの台湾のものが買えるんですね。なのでレンチでいろいろプレゼントを集めて詰めようと思います。うちのお母さんは結構美容グッズ、こういうスコアランとかフェイスマスクとかあげたら使うんだけど、義理のお母さんはあの以前アンチエイジングクリームとかいろいろあげてもこういうの使わないって言って返されたことがあるので、それならクッキーの方が嬉しいってはっきり、結構台湾の女性ははっきり言ってくれるので、欲しいものが分かるので、彼女はスナックの方が良いみたいなので、これからスナックを集めにレンチ99に行ってあの詰めて送ろうと思います。で彼女はサンタマリアに住んでるので、ここからカリフォルニア の私の自宅からサンタマリアまで郵送するのはこれぐらいの箱でも、アメリカ国内なら2,000円ぐらいで多分済むと思います。でね、これもちょっとうちのお母さんと義理のお母さんに、これはあの旦那のお母さんが好きなショートブレッドです。でね、これも義理のお母さんに使ってくれるかはわからないけど、ふりかけあったら便利だからあげようと思います。これはうちのママにあげようと思います。トレジョのビスコッティ、賞味期限もあるしまだまだあるし
うちは自営業なので、こういうものがあるとお客さんにパッと出せるので便利だと思うので送ろうと思います。これも結構美味しくて、食べやすくて手も汚れないしおすすめです。これはね、ちょっとね、日本のたまりせんべいよりしょっぱい気がするけど、甘いものばっかりだと飽きると思うので、こういうものも入れようと思います。これはもうね、有名なのど飴なんだけど、シュガーレスのやつもあるんだけど、私は大概シュガーレスよりオリジナルとかの方がいいのでオリジナルを買いましたね。あんまりヘルシーじゃないんだけど、うちの母はジェリービーンズが好きです。だから可愛いし一袋入れようと思います。これもね、トレジョでおすすめアイテムです。ピーナッツバターカップ、これはどこのトレーダー上手でもあると思います。で、お料理が好きなお姉ちゃんの旦那さんにいろいろ送ろうと思います。アメリカのものはね、何でもなんかこうパッケージが可愛いからあげると喜ばれるんだけど、やっぱ集めるのが大変なので、私はトレーダージョーズとかで買うようにしてます。お土産屋さんとかに行くとね、豪華なスイーツとかもあるんだけど割高になっちゃうので、トレジョとか、あとスプラウトっていうスーパーでアイテムを集めるのがおすすめです。セーフウェイっていうスーパーも私は普段よく行きます。で、日本のアイテムはもう日本で買えるので、こういうのはね、本来日本で買えるから送らなくていいんだけど、母も忙しいと思うので、いいものをたくさん詰めて送ります。参考になれば幸いです。もうすぐ母の日なので、お母さんっていうのは多分娘からどんなものをもらっても嬉しいと思うし、特にお手紙、に何でもいいから一言書いて、ささやかな贈り物をするだけでもすごく彼女はハッピーになってくれると思うので、皆さんにもおすすめします。参考になれば幸いです。もしね、海外郵便についてわからないことがあれば、コメント欄にコメントくれたら答えます。 Thank you for watching. Bye.